10月9日、女子ゴルフの国内ツアー、スタンレーレディスゴルフトーナメント、静岡県、東名カントリークラブは2日目の競技を、終了を。28位からコースへ出た、渋野ひな子はスコアを5つ伸ばし、首位と2打差の通算6アンダー5位タイで、最終ラウンドへ進んだ。この日、 スタートホールの1番で最先よくバーディを奪った渋野日向子は終始安定したプレーを披露38番でバーディを奪って折り返し後半は14番で唯一ボギーをキスするも101517番とスコアを伸ばしてホールアウト 6バーディー1ボギーの67で第2ラウンドをまとめた。ホールアウト後のインタビューでは最小限のボギーでなんとか回ることができたし、パー後のチャンスで2つバーディを取れたので、そこに関してはいい内容だったと思うと充実した表情を浮かべ、全体的に安定したゴルフができなんじゃないかなと。 手応えを口にした。また、2019年11月以来の優勝がかかる渋野日向子はチャンスのある位置だと思うとしながらも、だからといって狙っていくとこけるので、まずは目の前の一打に集中してやっていくしかないと冷静にコメント。優勝への意識はできればしたくないと言い,い、 なるべく目の前のことに集中したいと最終日へ気を引き締めた。自分の力を試すいい機会、渋野ひな子が2打、サゴイに浮上、渋野ひな子が6バーディー。1ボギーの67でプレー。首位と2打差の通算6アンダー5位に浮上して、最終日に臨む。 前半のパー5で2つバーディを取ることができた。いい内容。安定したゴルフができた出だし1番、パー4で136ヤードから8アイで1メートルに、つけて、バーディ発進を決めると。3番、パー5では242ヤードから3ワットで2オンに、成功させ。7メートルから2パットのバーディ。 8番、パー5でも210ヤードから 7W で8メートルに、つけて2パットのバーディを奪った。めちゃくちゃなミスもなかったし、フェアウェイキープ率も高かったと思う。パットも、ダイオーバーはなかったし、全体的に良かったと、手応え。フェアウェイキープ率86%、12。 14。パー音率78%、14、18をマークした。今週はハウスキャディを起用してのプレイ。グリーンや距離は自分で考えています。自分自身で自分の力を試すいい機会と思ってやっている。でもハウスキャディさんがいるのはすごく安心。 迷った時の風を聞くのは頼りになりますと感謝。プライベートな会話も交え。リラックスムードで18ホールを走り切った。今は、とりあえず、真摯に向き合うしかない。現状の自分で調子に乗ってしまうと後々後悔するんじゃないかなと。まだまだ伸びしろはたくさんある。 今の自分にちゃんと向き合っていくしかない。参戦、連続トップ10と校長も表情を引き締める。なるべく目の前のことに集中したい。悔いの残らないように頑張りたい。今日みたいにコツコツとやれば、きっといい位置で迎えることができると思う会見後は、キャディバッグを抱えて練習場で打ち込んだ。 2019年、大王聖子エリエールレディス以来となるツアー5勝目を、腰短々と狙う。小祝井桜、工藤春香、天佐藤美優が、首位、渋野ひな子は2だ、さごい国内女子ツアーのスタンレイレディスゴルフトーナメントは9日。静岡県の透明カントリークラブ。 6592ヤードパー72で第2ラウンドが行われ、小祝さくら、工藤春アマチュアの佐藤美優、秋秀学園日立子3年が通算8アンダー主位体となった、通算7アンダー単独4位に西村優奈、通算6アンダー5位体に渋野ひな子、 最後真央。大里桃子。山下美悠優。通算5アンダー9位体に連覇を狙う稲見萌ネラが続く。渡辺彩香。薄い玲香。ここは彩香は通算4アンダー12位体。勝みなは通算1アンダー36位体で最終日へ。 一方、イボミ、冠は、通算2オーバー62位タイ。原エ里ハナは、通算6オーバー95位タイで予選落ちを喫した。次のオーディオビデオでお会いしましょう。